これが今使ってるナイフなんですけれども、今はほとんどこのブラボーのビッグスティッカーと、あとこのちっこいのだけ使っています。以前はブラボー1、ブラボー1 LT 巻き割り用に斧も持ってましたけども、結局キャンプとかこう山に遊びに行くときに荷物増えるとこう装備重くなっちゃうんでね、もうこれ一本でできるんじゃないかなっていうんで、でこれなんですけど、まあ厚みもありますから巻き割りもできるんですよ、バトニングで。枝払いもできますから、まあ、釣りの時に渓流こうやぶこぎする時なんかも枝払いながらこれでいけるんです。あとクマ来た時これで、まあ、戦えるでしょう。で刃もこう割とこう鋭くしてるんで、フェザースティックもこれで十分作れるんですよ。火起こしの時のフェザースティックが作れて巻き割りもできる、枝払いもできる、対クマ対策もできると。だからもうこれ一本で全部できちゃいます。ただこれでできないのが釣ったイワナの刺身作りとかできないんですけども、それ用にこのちっこいのこれも合わせて持っていってます。実はこれ小さいんですけどブラボー1だったんですよ。これもう研ぎすぎて、でちょっとこう自分用に形変えたりしてるうちにどんどん小さくなってって、今もうこんなちっちゃくなっちゃいました。これもともとブラボー1です。でブラボー1の LT はもう必要ないなと思って、インターネットで売っちゃいました。あとこれがセカレにキャンプの時に巻き割り頼む時あるんですけども、その時これでやってもらってます。まあ安いですしね、モーラナイフです、スカンジナビアグラインド。これ箱出しでもものすごく切れましたから、これ安くて、まあ、せがれ用にはいいかなと思って使ってます。あとこれはオピネルなんですけども、大型のオピネル、ここちょっと持ちやすいようにこう自分でシェイプしまして、でここも危なくないようにドロップポイントにしたんですよね。これ妻がキャンプの時に料理する時に使ってます。包丁代わりですね。包丁だとどうしても紙に包んでキャンプ道具と一緒にこう持ち運び したりするんですけども、ちょっと危ないなと思ってこうホールディングできるものを用意しました。それがこのオピネルにしたんですけども、まあちゃんとね刃つければ持ちますし、刃持ちもいいですし、これはステンレスじゃなくて炭素鋼のオピネルになります。切れ味も鋭いですよ。まあこれはキャンプ用なんでほとんどキャンプ道具の中にしまってあるんですけれどもね、こちらもそうですね、息子用に購入したんですけども、管理は私がしてます。まだ小学生なんでね。で何を言いたかったかと言いますと、このぐらいのサイズのナイフがあればまあ何でもできちゃうなと、何本もこう持ち歩かなくても済むってことなんですよ。本当斧だとかブラボー1も持って、でこれも持って前は山に入ってたんですけども、まあ邪魔でしょう。スプレーなんかも腰に下げてますから、まあこれ一本で全部ができるっていうことが私が言いたかったことなんですけども、 あとこれですね、刺身を釣りの時はこれ必ず持ってってます、まあ、糸切ったり、あと釣った魚の血抜きしたりする時にはこれでエラを切ったりしますね、はい、
これが私のベストナイフです。またよろしくお願いします。